山形新幹線翼119号は東京駅を10時16分に出発、上野、大宮、郡山、福島に停車し、福島で東北新幹線やまびこと切り離された後は米沢、赤湯、上山温泉、山形、天童、さくらんぼ東根、村山、大石田、終着新庄には13時50分に到着する。山形到着は13時、東京から約2時間45分の旅である。西本からだった。山形県警から送られた被害者の切断面の写真、こっちのと一致したよ。解剖医の所見によると、切り直しのない綺麗な切断面、使われた鋭利な刃物も同じものだということだ。これ二つの事件は同一犯の仕業と考えても良さそうですね。それにしても切断にかなり手慣れたものの犯行だというのが気になる。犯人は医者の可能性もあると。それもおそらく中年の、物腰は柔らかで知性もある。だから中年の水商売の女でも信用した。しかし犯人が同一人物だとすると、犯人のそばから似たような女性が二人とも姿を消した。これは当然怪しまれますね。そうなんだ。犯人がもし旅に出たとしたら。旅ですか。犯人は獲物を求めて旅に出た。そこで獲物を見つけ出した。獲物を求めて